私のほんの一部しか知らない、勝ち誇るように笑われてもそれほど嫌じゃないよ。生まれてくる前聞いたようなその深い声、それだけで人生のおかずになれるくらいです。全て知るのはとても無理なのに、僕らはどうして、あくまで何でも征服したがる完璧を追い求め、愛し抜けるポイントが一つありゃいいのに。もしそれが君のほんの一部だとしても、何よりも確実にはっきり好きなところなんだ。困った時少し眉毛を曲げてみせたり、抱き寄せるとほっとするような柔らかさだったり、全て掴んだつもりになればまた傷つくだろう。本当にいるのは有無を言わせない、圧倒的な天才に愛し抜けるポイントが一つあれいいのに。本日は、ゲストの方に来ていただいております。はい、早速ですが自己紹介よろしくお願いします。はい、ノーベルブライトギターの山田海人です。ちょっとアレンジ入れてきとるから、ちょっとアレンジしてくれよ。ということで今回は我らノーベルブライトリーダーの山田海人さんが来ていただきます。これ予想外すぎた。まあ、今回コラボで、まあ、歌ってみたということで、ちょこちょ こう、まあ、家族であったり違う、まあ、歌手の方とコラボしたりとか、まあ、いろいろやってますけれども、はい、まあ、今回のコラボ今までの中で圧倒的に予想できなかったと思います。絶対できる、はい、誰もできる、まあ、ボーカルはねこの動画を見てくれてる方は、まあ、僕ということは、まあ、知ってくれてると思いますけれども、うん、実はノーベルバレットボーカルにダークホースがいまして、ダークホース山田海人控えておりました。控えておりました。ある意味家族ですからね。ああ、そういうことね。あ、家族コラボっていう、まあまあ、そうです。家族みたいなバンドやってますから、はい、まあ、今回は、まあ、うちの山田海人が、まあ、愛してやまないビーズの一部と全部、はい、一緒に歌させていただきます。光栄でございます。本当にね、ビーズです、ビーズですからね、皆さんね。はい、ここ重要ですからね。重要ですよ。はい、一部と全部ということで、なんでまずこの曲にしたんやと、うん、
いう話でございますけれども、はい、まあ、その曲にしたんやっていう前に、なんでお前は歌ったんだと、そうやね、ほんまにいう話がまずね、気になる方おられると思いますけれども、はい、まあ、実は海人くん、バンド始める前、ボーカル志望やったんですね。そうなんです、実は、うん、そうなんや。で、軽音サークルでやってるんだっけ、バンドを。普通に友達同士で集まって、うん、中学の時にバンドをやるってなった時に、はいはい、僕ボーカルやりたかったけど、はいはい、やっぱ中学校の頃って楽器やってる人自体が少なかった、はいはい、まあ確かにね。で、ボーカルやりたい人ばっかり、まあ確かにそうだそうやな、うん、でも俺はどうしてもバンドをやりたかったから、はいはい、やったらボーカル譲るわ、俺ギターやるわ、あ、そういうことね。で、それでほんじゃまあギタリストになったと。そう、その歌は結構好きで、うんうん、その俺結構その海人君とカラオケしたりとかよくやるんやけど、いつもビーズの歌を歌うんですよ。で、歌うんですけど、まあ、この曲がもう海人くんの、まあ、お箱と言ってもらうので絶対歌う曲、絶対歌うし、まあ、今回は結構本気で歌ってもらったんですけど、その例えばお酒とかが入ってたらめちゃめちゃ面白いんだよね。パフォーマンスも入ったりして、歌い方、パフォーマンスも入ってもう場を一瞬で盛り上げるという能力を持ってまあこの、曲でね、今回はやらせていただいたということでございます。まあ、今回その海人くんがもう本当に好きなアーティストと聞かれたらいつもビーズが好きです、ね、ずっと言ってて、まあ、本日はちょっと一発目俺とやるんには、うん、まあ、一発目って言うから二発目三発目があるみたいな感じで、まあ、それはちょっと分かんないですけど、すね、これの好評がどんなもんか次第ですけどね。はい、全然見られへんかもしかしたら、もしかしたらなので、まあ今回一部と全部を歌わさせていただいたということで、どうでしたか、この歌ってみて。がっつりそういうマイクに向かってレコーディングしたのが初めてやった。いや、初めてやった。いかがでした。めっちゃ難かった、うん、正直、はいはいはい、びっくり。全然そのカラオケとかでハンドマイクで歌うのと、うん、こうやって歌うのは全然違うなっていう印象。だから海人君面白いのが、そのこうやってコンデンサーのマイクに向かってこうやって歌うから、この手ぶらじゃないですか。だから普段もそのカラオケとかでマイク持つから、ちょっとこう手持ちぶさというか、そうっていうので、わざわざこのマイクをこうやって持ちながらこれで歌うんじゃなくて、ここに歌うんですよ。それだけで、なんかよく分からん感じでね、何かを持っているっていう、うん、でもこれ持った瞬間ちょっと上手かったもんね。超えてたもんな、ちょっと超えてたっていう、ね、やっぱ効果あるんですよ、うん、効果あるみたいです、山田海人的には、ね。でも今回、一部と全部歌わさせていただいて、まあ、もちろんご存知の方きっと多いと思いますけれども、うん、まあ、僕ももちろんこの曲知ってます、うん、超世代ですから。そうね、うん、そうだ ね、めっちゃ世代ですから、もちろん知ってるんですけども、何回もあるけど、それは何十回では聞いたことないんです、正直言うと。そうだね、うん、でも海人君の一部と全部は何十回で聞いたことあるから、まあ俺的には海人君の一部と全部がこう見本となって、そう、この曲が出た当時とかは結構聞いてたけど、最近はそんなに聞いてなかったから、でも海人君ので聞いてるから、もう一回復習してやろうっていうよりかは、割と俺も覚えてた、海人君のおかげで。俺の歌で覚えてた。そうそう、海人君の歌でもう一部と全部俺でだいぶ覚えてたんで、すごい、僕も結構スムーズにシュッてね、すぐ終わった、2テイクぐらいで。それでスムーズにいけたんやったらよかった。海人君のおかげでいけました。それありがとうございます。まあ、今回交互で歌ったんやけど、まあ、さっき海人君レコーディングしたんや。で、海人君レコーディングした後に俺が歌う。だから海人君の歌うパートは、まあ、俺が歌った後にまた海人君流れてくるよね。なんかそれ聞いたら笑ってまいそうだよ。失礼な話。笑ってまいそうだって。呼ばれたの。実はまあそのノーベルメントのライブ来てくれた方は分かると思いますけど、海人君コーラスも結構してますから、コーラスはね、どれぐらい聞こえてるか分からないけど、それはちょっと分からない、僕にも分かんない外音的に。そう、その普段ライブまあ見るやん、俺海人君のコーラス結構感じる。え、感じない。あれ、え外の切られてる、見た目だけ感じるけど声は感じないな。俺切られてる。俺の耳中には返ってる。ちなみに普段ライブの時イヤモニつけてるんですけど、僕の耳には海人君の声は返ってません。一回返したら多分笑うよ。ちょっと笑ってますよね。ということで今回ね、ビーズの一部と全部歌わさせていただいたということで、本当に非常に光栄です。ありがとうございます。海人君が本当に一番尊敬してるアーティストですから、本当に僕の人生の8割ビーズで形成されてると過言ではない。だから前ね、僕らやってる番組で「ザ・スリート」って番組でね、司会の、その時ニューヨークさんなんですけど、海人君その時の格好がね、稲葉さんと松本さんを足して見れ終わったみたいな格好してるな言われてました、ね、言われてましたね、うん、まあ、それぐらい好きです。へ、すげえな。でもラストなんか海人君、ちょっと今回こういう形で YouTube その出演するのは初めて、はい、何かこう視聴者の皆さんに言いたいことがあればラスト、ぜひ普段からも認知していただければなと思いますね、はい、この動画を。どういう認知。僕一番人気ないんですよ。なんてこと言うの。なんてこと言うの。そんなことないよ。これで伸ばせるかと。あね、本ちゃん今5番人気やとするやん、はい、何番人気まで行きたい、この言葉を持って。
まあ、雄大が1番やとすると、ボーカルなんで、2まで、おお、2まで駆け上がるね、駆け上がるね、駆け上がるね。でも今回、役割的には雄大と同じことしてやる。そうやってるよ、俺と一緒やからね、トントンになるって。じゃないとおかしいから。あ、そういうことね。じゃあ皆さん、ぜひ、カイト君のインスタとかツイッター貼っときますから、概要欄にね。ぜひフォローしてあげてください。お願いします。よろしくお願いします。はい、宣伝するから。よろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じで終わろうと思います。はい、この動画がええなと、いや、雄大、カイト君、ごじゃええやん、ごじゃええやん、ごじゃええっていう方はですね、ぜひグッドボタンとコメントとチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。